トスコイボンジュール見て、ちょっと待って、テロップ書く。今日待って、さまにはあ、待って、ツインテールの日、あ、オッケー、オッケー、オッケー、ありがとう、くまさん、流れ星、今日なんか顔がめっちゃ変なんだよね。ありがとう、ツインテールの女の子、ありがとうございます。なんかロケットありがとう。お姉ちゃんにもなんか今日顔変だねって言われた、ショールが始まる前に。ありがとう、卵、卵、くまさん、だるま、ハート、ピーナッツ、ありがとうございます。今日はツインテール、ツインテールさ似合わないんかな、なんかお姉ちゃんにめっちゃ変だよ今日の顔って言われたんだけど。こんばんは、ここもそう思うそもそもなんか今日変だよね、やっぱなんか目も変。あ、ブログ見た、ありがとうこんばんは、こんばんは、あ、そんなことない、かわいい、ありがとうございます、こんばんは。今日もメイクしたんですよ。そしたらお姉ちゃんにあのメイクちょっと濃くしたんですよ、いつもより、知らないんだけど多分なってて、そしたらお姉ちゃんに顔変だよって言われてメイク落とされましたので、今日もまた薄いメイクでよろしくお願いします。ありがとう、タコさん、タコじゃなかったわ、女の子、ツインテールの女の子、ありがとうございます、こんばんは。お姉ちゃん厳しいよ、お姉ちゃん厳しい。あ、今日の公演チーム E の公演ですか。今日は自主練しました、なので挟まれてはないですね。ピーナッツありがとうございます、ありがとうございます。ピーナッツ、このね服はお姉ちゃんとおそろち、ありがとう、ハート、こんばんは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 。こっち挟まれない日あるよ、そんな毎日改札口挟まれてたらだいぶやばいよ、こんばんは、だいぶやばいよ。ピーナッツありがとうございます。おそれいいね、いいでしょ、ハートありがとう、こんばんは。ね、静電気やばいよ絶対、ビュルルルってなる、しないで、しないで、マジでそのダジャレここの超お気に入りだから、もうめっちゃお気に入り、しないは大事だよ、みんなもしないで持ってった方がいいよ。こんばんは、
お、ツインテールありがとうございます。ツインテールの女の子フォローしてください、絶対に絶対に。そしてトーク会と握手会とツーショット会も絶対に55枚以上申し込んでください、強制強制的です。今日はお肉、お肉しか食べてなくてやばいですね、やばいですよ。ドスコイボンジュール、ボンジュール、ドスコイボンジュール、ありがとう。と5億枚、あ、そう、5億枚でもいいんだよ全然。もう締め切ってます。え、そうなの。え、でも4時販売、3時販売はさ無限でしょ。無限に買えるんだったらもう全部売り切ってください。ありがとう、ハート、ありがとうございます。ドスコイボンジュール、最近ちょっと寝るの遅くてね、やばいからね、ちょっとねショールームをね早めに始めました。ドスコイボンジュール、ボンジュール。今日12時で終わり。え、そうなの。え、でもさ6日まであるよね。6日まで。こんばんは、ありがとうピーナッツ。ドスコイボンジュール、子供は早く、ね、早く寝ないとね、本当に本当に。リボンついてるのよ。4時半、え、なんかそう、い、名前めっちゃめちゃくちゃ変え、6日前じゃなかったっけ。2月6日、2月6日まで。え、そういうことなの。ありがとう、あと、まあ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 、まあ、じゃあ、あの買い申し込みできる機会があったら買ってください。ありがとう女の子、申し込んだ分すべてやれる。お、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。こんばんは。今日はツインテールの日だね。めっちゃ高いよツインテール。こんばんは、こんばんは、こんばんは。いちごミルクを飲みながら、ありがとうございます、ハート。こんばんは、ハートありがとう。待って、なんかなんかないかな、面白かった話とか。こんばんは、だるまハートありがとうございます。面白い話、面白い話、面白い、なんか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 言ってくれたらなんか思い出すかも。え、さ、ここさ口癖がなんかで、なんかとあとなんとかさっていうさなんだけど、そうそうなんですよ。個人的な話、どっか行っちゃった。あれれれれ、個人的な話で、話で恐縮ですが、今日誕生日です。おおめでとうございます。なんか前メール言っていた気がする、お誕生日ですみたいな。おめでとうございます。残念ながら今日はあのくまちゃんがないので、ないのでココがハッピーバースデー歌ってあげますね、音痴の声で。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリンヤ。これ名前呼んじゃいけないからな。なんて言えばいいかな、先輩のこのアバターの名前、え、わからない、どうしよう、なんて言えばいいかわかんない。なんて言えばいい。おめでとう、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます、おめでとうございます。まあ、あのですね、うん、そうですねおめでとうございます。なんかなんかなんかめっちゃ口癖、
そう、しずかみずきさんのアバターだよね。雲を楽しみにして、え、ごめんね。ココね、でもさつまいも好きだよ。クマはね、今度ね、のは持ってないの。おめでとうございます。ココはもう誕生日過ぎちゃった。ありがとう、バラ。ドスコイオンジュール、ハートありがとうございます。ハートありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます、ハート。ユアニャの誕生日は何を言われた？あの LINE で送りました。そっからあったっけ。トスコイボンジュール、ボンジュールボンジュールボンジュール。あ、でもさ、メールでさ、お誕生日メール届いたんじゃないね。メールでお誕生日メール届いたんじゃない、届いたんじゃないのね。こんばんは。そこなんかなんかさ、なんかさ、これでなんかさっていうのがもうめっちゃくちゃ口癖で、ママに「なんかさ、なんかさ、うるさいんだけど」って言われて、で「ありがとうハート」言われて、ドスコイボンジュール、それでそう、いつも言われるから話が進まなくなるの。さあ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 、うるさいし、なんかなんかって、うるるるって言われるから、そうなの。ドスコイボンジュール、それでさ、ここはなんかいつも話が進まなくなる。ありがとうハート。そうなのよ、そうなの、大変なの。そう、なんかっていうのも、そう、あと、あのさーとか、なんかさ、メール届いてない、え、なんで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 とか、最近返信ないの、こう悲しいから返信してください、返信してください、ありがとうハート。ドスコイボンジュール、罰ゲーム、あ、それはダメですね、それは嫌です。あ、もう言いまくってもうね、罰ゲームだらけになるのでダメです。ここ先輩方にバレンタイン配ろうかと思ったけど、大川さんにはあげたんですよ。なんかちいかわと、鉄道好きだから、鉄道のお菓子とかなんかあげたんですよ、いろいろあげたんですよ。なんですけど、他の先輩方にはね、会えてないから。まずそうなんです、どうしますか、あげますか、あげませんか。でもお姉ちゃんがメレンゲ作ってくれたの。ここはね、もうメレンゲの大好物。あ、そう、大川さんね、大川さんとの写真ね、あげたんですけど、どうですか。ちょっと大川さん顔ちっさすぎてさ、やばいのよ。ありがとう、ピーナッツ。焼いたメレンゲ。そう、メレンゲ。で、ココが、ママが、買ってきたの、メレンゲを。で、なんか一人で全部食べちゃって、もう、もうなんか、そう、もっと食べたくなっちゃったの。メレンゲ？メレン、ココがメレンゲ作ってって言ったの、メレンゲ。メレンゲ、メレンゲ作ってって言ったのよ。だからメレンゲだけ。そう、メレンゲめっちゃ大好きなの。そうそう、文字と写ってる場合は反転して直した。え、こ、それさ、よくわかんないんだけど、反転とかどうやってやるの、よくわかんないのよ。一人で、一人で全部食べた。ここさ、女の子だったらわかるよ、誕生日プレゼントは。なんかさ、基本的にさ、基本的っていうかさ、ハンドクリームとか多いイメージあるの。ハンドクリームとかタオルとか、タオルっていうかハンカチとかね、多いイメージある。
あ、ココはね、あ、入浴剤とかもあったかも。あとなんかリップとか、なんかウルオーリップとか、そういうやつ、ドスコイワンジュールとかあったけど、皆さんは誕生日プレゼントに欲しいものは何ですか？めっちゃゆっくり。何ですか？何が欲しいんですか？こんばんは。あ、こっちゃんからの愛なのですね、皆さん。お金、お金って言うな。やだやだ。ラーメン欲しいもん。現金、お金はなし。お手紙を一応さ、こうからじゃなくて、普通に人から、普通の人からとかもは。なんでお姉ちゃんなのよ、綺麗なパンケーキ。だからココミンにあげてない、まだホラーパンケーキ。パンケーキ、パンケーキね、綺麗な、え、届いてなかったパンケーキ。こう届けたつもりなんだけど、届けたつもりなんだけど、感謝の言葉で以上です。おー、いいですね。誕生日が嬉しかったな。ここはね、誕生日はね、毎年楽しみにしてますけどね、してますんですけど、誕生日なんか15歳まではよかったんですけど、15歳から16歳になるのがすごいなんか悲しくて、すごいなんか年を取った気分になったんですよ。だからもうこれ以上年取りたくないです。ココミンかわいそう。ココ待ってて、ごめんね。バレンタインであげるね、みんなにホラーパンケーキ。どうこれで。そう、なんかさ、そこのね、高校1年生か高校2年生になるってさ、結構悲しくない？悲しくない？なんかボスコイボンジュール、なんかね、なんかそうなのよ。ずっとなんかって言ってた。こんばんは、こんばんは。ドスコイボンジュール、いや、なんかわかんない。でもなんかわからないよね、わかんないけど、なんか16歳と17歳ってなんか全然違う気がしたの。あ、違う、15歳と16歳だ。そう、そう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 、違う気がした。なんか悲しくなった。こんばんはね。なんか15と16って違くない？わかんないけどね。ドスコイボンジュール、今日はね、あのね、頭にリボンついてるけどね、あの変なものつけようか迷ったんだよ。あの昨日マイメロのクリップつけてたんだけど、なんかクリップつけてたんだけど、今日は違うクリップを2つつけようかなとか思ったんだけど、やめた。人って寂しくなるの早く。なるなるの、なるのよ。生誕祭ね、今日はまともでいいです。あ、そう、今日はまともですよ。こんばんは、こんばんは。マイメロは変なものじゃないよ。あのね、クリップなの。なんかピンの絵とかじゃなくて、あのクリップなの。あの、例えばビニール袋とか止めたりするようなクリップ。ありがとうございます、キラキラ。こんばんは、
そう、ドスコイやからやっぱなんかいろいろやんなきゃいけないの。だからあのなんかココはなんか何かを生み出したりするのが発明、何か発明するのがめっちゃ得意なの。だから例えばあのベスのモデルの時のお礼配信で、あの皆さんのアバターとアバターを書いて、そう色塗って名前変えてみたいな。名前をそう直接さ呼ぶことはできないから、できないからそうやってやったり、あと南佐高校したりとか、あとなんかねちっちゃい時ねめっちゃ変なものいっぱい作ってた。それはうまいのね、うまいの。そうそう、だからそういうのを何か発明するのが得意だから発明家になれるかもしれない。だからここなんか いろいろ発明する人になれそう。こうちゃんと内装は 60%。 そんなことない、 60% 半分以上だよ。大丈夫、卒業しないで。あ、退学じゃない、退学しないで。ここ発明でき、発明するの得意だわ。うん、発明家ドスコイボンジュール、こんばんは。ね、本当にヒートテックめっちゃ丸見えなんだけど。ここ本当発明家なんだよマジで。なんか100均でマジめっちゃあのなんか100均のあのここからあのここからここまでみたいなお店あるじゃん。お店あってさ、もう全部知ってた、どこに何があるか知ってた。いろいろ知ってるよ、いろいろ知ってるよ、知ってたんですよ。まあそのぐらいめっちゃお買い物に行ってたんですよ、100均にね。こんばんは、すごいボンジュール。僕今まで何作ったかな、うん、でもなんか100均になんかあの注文表みたいな、伝票みたいなやつとか売ってるじゃん。あそこに例えばハンバーグ、ライス、ドリンクはとか書いて、値段横に書いて、あのお金合計金額書いて渡すとか、マジめっちゃいろいろやってたのよ。ありがとうございます、ハート、ありがとうございます。本格的、そう本格的です。あとまああのあ、お金さ置くさやつ、あのお支払いの時とかさにさ、上がギザギザしててさ、なんかこういう形にさなってるやつあんちゃん、こういう形になってて、あのお会計の時に載せるやつ、ありがとう女の子、あるじゃん、あの会計の時にさお札とか小銭とか載せるやつ、なんか滑り止め的なのついててさ、あれも買って、あのねお店屋さんごっこしたり、あとはあのベルあるじゃん、ベルチーンってやつ、あ、そうトレイのやつ、それもありがとうございます。だるま食い逃げしてもいいですか。食い逃げダメです、ダメです。ありがとうございます。だるま、そう最近までやってたドスコイボンジュール、喋るレンジ、あ、喋るレジ、そうそう、喋るレンジは怖いね。ドスコイボンジュールレジは持ってました、持ってましたね。でもなんかめっちゃいろいろやってた。だってあと何かあるかな、あとはなんだろう、何やってたかな、あ、ビーズとかめっちゃ大好きだった。でもビーズはなんか流行ってたんだよね。こんばんは。あとシールとかめっちゃ買ってた。
もうとにかく爆買いしてた謎のもの。あっ、あっ、ていうかここめっちゃね、面白いの、面白いのやってたことある。あの後々思ったんだよね、なんかここあのめちゃくちゃでかいピンクのゴミ袋が売ってたんですよ。売ってて、でそれでこういうさ大きいさ入れ物、なんか白いでっかい入れ物があって、それとソファーにそれを置いて、その白い箱みたいなのね、水漏れないやつ置いて、ピンクのそのゴミ袋をこういう風に重ねたわけよ。何言ってるか分かんないかな。なんかまあソファーがあって、下に水漏れとかしない箱置いて、こういうビニール重ねて、ママにそこに頭をこうやって置いてもらって、こうが頭を洗うっていう美容室ごっこをやってたの。美容室ごっこをやってたの。なんか収納するさ、あの白いさやつとかあるじゃん、あの白い入れ物とかで、ここをそれでママの頭を洗って水入れてね、その白いところに、あの美容室ごっこしてたの。気持ちいいですかとかなんとかってやって、なんかそうなんだっけ、そうやってたの。うん、やってたの。あとはこんばんは、こんばんは。すごい汚してない。あのね、そのグミ袋のおかげでね、汚さず済んでる。ママ大変だよね。でもママ寝てたよ。シャンプーも使って、シャンプーとリンスと、そうシャンプーとリンスとスクイボンジュール、それシャンプーとリンスで洗って、水で頭流してあげて、そうママの頭を洗ってあげるっていうのをやってたの。ご報告、握手会ゲットしました、ありがとうございます、おめでとうございます、こんばんはってやってたの。だからここは本当にいろいろ発明家なの。とにかく、とにかくトーク会、握手会、ツーショットからよろしくね。え、そりゃない。でもなんかママの前髪とお姉ちゃんの前髪を切ってあげたことはある美容室ごっこ、そう美容室ごっこ、え、ちゃんとお姉ちゃんって、聞いてほしいのがあって、あのお姉ちゃんの前髪をあのハサミで切ってたんよ、切ってたの最近まで。そう、え、本当に真面目にね、真面目に。シャンプー目に入ってない、目に入ってない、切ってあげてたの。あとママの前髪も切ってあげてたし、後ろの髪の毛切らしてて、たらさすがに嫌だって言われたから、あのやめましたけど、あのそう、あとあの美容室なんか糸をクリスマスプレゼントでもらったんだけど、そうそう、なんかパパの髪の毛も切ったことあるみたいですよ。あのガタガタにしてますよ、しっかり綺麗に。あのあったの、なんか頭があって、そこに糸を刺すの、それでこういう髪の毛になって、こうボワって髪の毛が広がって、髪の毛チョキチョキって切れますよっていう、そういうお人形があって、それをあのクリスマスプレゼントでもらったので、ここそれを切って、この間配信でやろうとしたら、あの姉ちゃんに却下されたのでやめましたけど、そう、糸、なんか人の頭に糸を刺して切るんですよ。あ、人の頭じゃない、人形の頭、なんか硬いんですよ頭が、あの硬いの頭が、人形の頭があって、そこに糸を刺して、刺して、なんかセットできるやつがあるので、なんかそう刺して切るっていうのがあって、そうそう、怖いって言われて、なんかマネキンみたいなカチカチのさ、なんかさ、待って、ここいいもの持ってんねん、ちょっとさ、持ってないわいいもの、あー、え、わかんない、なんかこれ違うな、ね、待って、あ、こういう、こういう頭か、こういう音する頭、こういう音する頭があるの、それに刺して糸を切る、
カット練習用のマネキュア。え、なんかそれじゃないんですよ。でも糸をなんか刺すみたいな、頭に突っ込んで切るみたいなのをやってて、でなんか2体持ってたんですよ。1体はその糸で、2体目は普通の髪の毛で、それはなんかこの間この間なんかすごいことになってたの、髪の毛が、三つ編みが。あ、待って、ここめっちゃ面白い話ある、他にも何言ってんのか分かんないね、ごめんね、面白くないよね、うん、でも次はね面白い話するね。ママの頭をちょんまげにしたことあります。メールで人形の写真ください。いや、いいよいいよ、編み込みとかできる、できます、できます、できます。自分的には見てるからすごい面白いの。なんかママの頭があるじゃん、ママの頭があって、でなんかあの玉ねぎヘアっていうのがあるんだけど、それをどこまで突き刺せるかって、上にこう2つでやった、どこまで突き刺せるかっていうのをやったのよっていう話。いや、ママが起きてる時にやった。あとはあとココ、そのなんだっけ、あのレジとか好きって言ったじゃんか、だからそのセルフレジって最近あるじゃん、もうセルフレジばっかりじゃんかね、セルフレジばっかりじゃん。でなんかあのお姉ちゃんもココもセルフレジ大好きなわけ、もう絶対やりたくて、だからお姉ちゃんと取り合いするの、なんかこれここまでやるからやってみたいな、ここまでやるからみたいな。でもなんかやめないの、やめないの、やりたいからでね、ふざけんなーとか言ってやりたかったのにーとか言ってね、そうセルフレジの取り合いするのがあの子たちの特技です、趣味です、趣味じゃない、今でもセルフレジ絶対やります。なんかパパと買い物とか行った時になんかセルフレジってなんかちょっと大変じゃないですか、自分でやるの。ココはそれがいいんだけど楽しくて、でパパはめんどくさいからあの違うとこ行こうとするんですよね、店員さんがいるところに。でそうだからココはダメ、絶対セルフレジっていつも言うんだけど、めんどくさーって言われますね、いつも。あのだからそう、皆さんのあの皆さんのそのお買い物の時はココを呼んでください。そしたらココがレジやってあげますので、レジココがやるから呼んでください、全部やりますね。お姉ちゃんもね呼んでほしいだそうです。呼んでくださいだって、まあ呼んで、お願いだから、お願いだからね。ココはねもうね今もね大好きでね、いちごミルクです。お会計も済ませて、あ、お会計はしっかりあれですよ、払ってもらいます。ココがお金入れてあげるから電子マネー対応質問してます。どっちの方がいいんだろうね、皆さんは。僕店員なんで代わりに働いてくる、レジのみなら。でここだって一回将来の夢なんかあれでスーパーのレジの人って言ったことあるよ、レジの人やりたいですって。やってみたかったんだよね一回、そうやってみたかったのレジを。でこうピーっていうのもいいし、ピッていうのもいいしね、うん、ピッていうのもいいし、ピッていうのもいいよね。もうねレジめっちゃ好きなの、もうレジ大好き。ピッ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 、いろいろやりたい、もピッピしたい、ピッピピッ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 ってやりたい、もうねレジいいね、やっぱこれレジ大好きだな。
レジのおもちゃ持ってるメンバーそれここだと思いますよ。じゃあレジ皆さんのやってあげるんで呼んでください、呼んでくださいね。こっちはレジ持ってるさよならが好き。さよならでさ、あのさ小学校の時ってさ委員会ってあるじゃん、委員会、何々委員会とか放送委員会、図書委員会とか、なんか美化委員会とかいろいろあるじゃん。でここは放送委員会も美化委員会もあの図書委員会もやったことあるんですけど、あのとりあえずあ放送委員会って全校のアナウンスするじゃん。でお姉ちゃんがやってて憧れちゃって絶対やろうと思って、もうその前にここは図書委員会もいいなって思ったの。図書委員会ってピッてやるの、人の本に、人が借りてきてくれた本にピッピッピッてやってピッてやってはいどうぞみたいにやるんだけどここそれで一回の図書委員会みんなやりたくて、とりあえずじゃんけん勝ち抜いて、そう曲とか流してよ放送委員会の時。そうだからとりあえず図書委員会やったんですよ、ピッ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 。でもなんか次の年もやっぱり大人気で、でもここは放送委員会に行ったんですよね。そうバーコード読み取るの、本のバーコードで、なんかこの人は何借りましたみたいな、なんかなくしたらさ、あこの人がなくしたんだなみたいな分かるようにじゃない、多分。そうそう、それでそうなんですよ、お昼休みとか日休みとかでね、そうその放送委員会、小学校の時も中学校の時も放送委員会をしたんですよね。放送委員会したんですよ。で小学校の時はまあ普通だったんですけど、なんか中学校の時もなんか読むやつがあったんですよ。なんかこれ何年何組担当は南沢ここでした、あ南沢でしたな、南沢でしたって言わなきゃいけなかったんだよね。それなんかごっこそのお昼の放送でなんか読まなきゃいけないやつで、今日の放送はありませんみたいな本を読むはずだったのに、てか違うとこ見てて、今日のお昼の放送はあみたいな感じでなっちゃって、でなんかそうなっちゃったので、止まったの放送が、一回止まったの、僕が分かんなくなって、なんかそれがちょっと面白くなっちゃって、そう事故ったわけよ、事故ったの、放送事故して、なんか最後担当は南沢でしたって言って、でお姉ちゃんも中学さ一緒じゃんか、だからさお姉ちゃんも恥ずかしかったみたいなんだけど、そう事故っちゃって、教室入るのすごい気まずかったんだけど、ここもそうなんかあってなんかめっちゃ言っちゃって、そうなんだよここね、やばかったですね。でもお姉ちゃん恥ずかしい、お姉ちゃんの教室の人笑ってたって言ってた気がする、僕も帰ってたら笑ってたけどね、ありがとうございますハート。オーディションでね、オーディションでもここそれさ何時からとか知らないからね、知らないから、お姉ちゃんが何も言わないから、後で書類が送られてくるんだと思ったら、まさかの電話かかってきて今日だったみたいな。だからここそれ、でもそれはあれだよ、乃木坂の方ですから、 SK の方じゃないですよ、 SK の方は全然寝坊してないです。でもさ、そう事故っちゃったんですよ、いろいろ大変だったっていう。そうそう、例えば乃木坂の6期のオーディションがねされましたね、されましたね、されましたね、ね。まあここはね、そのねちょっとやらかした、まあお姉ちゃんのせいにしとこう、しとこうね、みんなで一緒に。まあ事故っちゃったんですよ、とにかく。あーって言ってね、そうそうそう、
まあ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 そんなこともありあったんですけど、生きられてきたのでね。こちゃん、でもお姉ちゃんが携帯見せてくれなかったから行けなかったの。ここお姉ちゃんに怒ったもん。お姉ちゃんのせいでって怒った。お姉ちゃんのせいでこんなになっちゃったんだよって、ってね。お姉ちゃんは、でもお姉ちゃんがそれを見せなかったおかげで、ここはこうやって皆さんに出会えてるので、ね、感謝してます。よかったです、本当に。それはそれでよかったよね、本当に。よかったです。ね。ね。ね。何回言うね。お姉さんに感謝。皆さんに祈りましょう。感謝の言葉を。感謝の言葉を祈るってどういうこと？まあ皆さんはね、こっちゃんに会えてとっても嬉しい人生になるということで。こっちゃんのお姉ちゃんのおかげでこっちゃんに会えたか、やっぱりお姉ちゃんにプレゼント送った方がいいか。ここはここはお姉ちゃんに自慢してるんで、全然送ってくれても送ってくれなくてもいいんですけど、お姉ちゃんは欲しいみたいですよ。でもお姉様はあれですから、ただのここのお姉ちゃんだから、そんな気使ってくれなくてもいいですよね。そじまんしてる、自慢してる。まあまあ、ね、なんかあるかな、他はね、なんかいろいろ思い出すといろいろ出てくるんだよね。ね、なんかね、いろいろなんか話してると出てくるの、いろ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 出てくるわけよ。ありがとうございます、ハート。こんばんは、こんばんは、こんばんは。それはね、ショックですね、ショックです。天然な、え、ここ天然水好きなんですよ。そう、天然水好きで、何より天然水が好きだから、いつも天然水飲んでます。いつもっていうか、レッスンの時とか天然水、お家にいる時とかはお家のお水、長野の、きっと長野のここよく知らないけど、なんかピッてあったら出てくるやつ。そう、でも寝るの返信の、でも寝る、え、見せる時もある。天然から水、え、僕ほんと天然水めっちゃ好きで、そう、もう中学の時から天然水好きなんですよ。だから友達と公園で遊んだ時とかに天然水、なんか水筒を忘れる時とかがあって、そしたらいつも天然水買って天然水を飲んでました。そうで、天然水ほんと好きで、そう、皆さんは何派ですか？天然ガスは好き。天然ガス、え、天然ガス飲んだらここ死んじゃうよ。長野の、長野のお水は美味しそう。長野の水は美味しいです。南アルプ、え、ここ富士山のさ、富士山の天然水みたいな飲んだことあんね。そして美味しかったよ。天然、富士山の天然水美味しいんだよ。飲んでみてね、飲んでみて。いろはさん、え、なんか天然水って何、硬いとか柔らかいとかよくわかんないけど、なんか美味しい。とにかく、とにかくね、コーヒー派です。ここコーヒー飲むと具合悪くなります。コーヒーさ飲めるようになりたい。なんかさ、
ママとかさ、いつもママもパパもいつもなんかどっか例えば名古屋に送ってくれるときにコーヒーは必ず買って行くんですよ。そんぐらいね、いいよね。なんかかっこよくない？コーヒーの水って南アルプスのあのお水って、南アルプスにいてお水飲む、飲むの、そういうこと？南アルプスのお水が売ってるってこと？南アルプスまでお水を取りに行くってことですか？わかんない、わかんないよ。いいこと。直接、あ、やっぱ南アルプスに行って飲んだってことね。そういうことね。あ、直接飲む。え、南アルプスの川に、南アルプスの川に水が流れてるってこと？なんか川みたいになってるってこと？あの南アルプスの山にこう川みたいにこうなってるってこと？それともなんかひょろひょろって出るってことですか？こんばんは。あ、商品？え、でも直接行ったってことだよね。あ、汲んだ水ね。おお、あるんだね。温泉のさ、あの水、あ、水やの、お湯ってさ、いい匂いするよね。こんばんは。ね、温泉の水って、あ、お湯ってさ、ほんといい匂いするよね。なんかさ、あれ、なんかあれを顔に塗ると顔がツルツルになるみたいな。そうだからね、あのママにね、いつもね、顔に塗った方がいいよって言われる。しりとり、しりとりには何でもあるけどね。そうなの、売ってるのね。温泉の代わりに、でも最近温泉行かないな。ママがね、温泉好き。なんか一回前、顔がじゃない、サウナに顔を突っ込んだことあるんですよ。ママがサウナ入るっていうから顔突っ込んだら、もう熱くて一瞬で逃げました。ありがとうございます。あと、長野は温泉いっぱいあります。そうなんですよ、長野には温泉がたくさんありますね。そう、サウナに顔突っ込んだら暑かったんだよ。本当になんか、なんかストーブに顔面を、ストーブがこんなっていう感じだったので、こう暑くて逃げたんですよ。そうそう、サルガニ島だっけ、なんだっけ。あ、そうなんだ、群馬の。ここね、群馬サファリパーク好きだよ。サウナって、そう、息できない、あれ。ここ多分窒息死する、息できなくて頭の回転が早い。でしょ、ここ頭の回転早いんだよ、知らないけど早いのよ。ココちゃんってコイコイって言われ、そうだよ、コイコイって呼ばれてんだよ。ココハにね、コイコイ、コイコイって呼ばれる。コイ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 。ありがとうございます、ピーナッツ。ありがとうございます、ハート。コッちゃんならトラと勝負。ここライオンにお肉あげたことがあって、めっちゃ怖かったよ。コイ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 。なんかさ、ココっていうのとかさ、なんか似てる名前とかあるじゃん。なんかさ、いつも反応するけどさ、違う時あるよね。ドスコイボンジュール、ボンジュール。地獄谷、猿が犬温泉。地獄谷でしたね。猿ガニ島じゃなくて、猿ガニ島って何じゃだって猿ガニ島ってさ、本。こっちゃんえとは何、こっちゃんえとはイノシシです。強いですよ。温泉、ライオンに肉。そうなの、ライオンのお肉。ありがとうございます。服はうち、あ、ね、明日ね、節分なんでね、鬼になりますね。サルガニ合戦のことか。あ、サルガニ島じゃないじゃん、それ
え、サルガニ島っていうのはあるの？本当によく分かんなくなってきた。地獄谷は猿がいる温泉ね。もうライオンに肉あげたって言ったでしょ。あそういうことか。もうやばいね、ちょっと頭おかしくなってきた。そうですね、あのココは可愛いとか 狙わないでもうガチの鬼行きますのでよろしくお願いします。ありがとう女の子。ここね、サファリ群馬サファリパークのライオンの乗り物が好き。こっちゃんもイノシシ、長野県ってイノシシ出て、イノシシどっつんとっつんじゃないわ、突進してくるんですよ。まあ、でここされたことないからなんか怖いよね、イノシシ。あとクマも出るから、クマよけとかイノシシよけとかもあるのかな。こいこいちゃんこんばんは、21時までお邪魔します。こんばんは。イノシシ食べたことない、多分。ココはあの本当に鬼で行きます、ガチの鬼。こっちゃんが支援したらこっちゃんが鬼出るんですか。こっちゃん、うん、うん、支援したらあのマジで市内でつつきに行きますので。イノシシ怖いよね。そうだよ、長野なんかね本当にね、あのね猫とか出るよ。あ、猫は普通か。でも猫も出るし、イノシシもクマも出るし、トスコイボンジュール、鹿だっけ、なんかカモだっけ、鹿じゃない、鹿だっけ、鹿かな、なんだっけ、鹿だっけな、なんか角生えてるやつ、なんかそれが泳いでた。泳いでました。え、そう、市内持ってく予定ですね、握手会とか。握手会はさすがになんかあれか、あのトーク会かツーショット会、子さん迷ってんのよね、迷ってるんですよ。猫は出ます、鹿な、あの猿も出るし、あのさ、猿といったらチンパンジーなんですけど、さつきちゃんのチンパンジーの雨の動物園がもう似合いすぎて超可愛かった。鹿って泳ぐの、うん、泳ぐ。タヌキとかも、あ、え、なんか学校でタヌキ見たって言った人いた、ね、わかんない、なんか学校の中にタヌキいたとかなんとかって言ってたよ。うん、そうね、イノシシ怖いよね。ね、イノシシ似合ってたよね、本当にね、似合いすぎててね、超可愛かったもん。市内忘れないようにする、絶対忘れません。クマに出会ったことある？ないです。あ、でも動物園で出会ったことある、多分。動物園？クマに出会ったことあんのかな。でもなんか動物園で出会ったのような気もするだけど。ありがとうございます、流れ星。なんか学校にね、あの心臓を抜いたあの動物の置物あります、あります。クマは動物園にいないみたいなので会ったことないんですね、多分ね、多分ね。わかんない、よく覚えてないけど。そう、心臓抜いた、待って、漢字読めない、漢字読めない。でもクマ、直接クマに会ったことはないです。燻製ね、燻製ってあれじゃないの、あのローストビーフとかさ、焼く時のさ、木。あ、白製？白製ね、白製ね。燻製はあれだよね、なんかね、白製ね、白製、それですね、それ。あの鳩、鳩じゃないの、なんかあの普通の動物もいるし、鳥系もいたし、蛇とかもいた。熊崎さんはね、あります、熊らしちゃうんでね。燻製はそう、そうだよね、灰のなんちゃらこんちゃらだよね、なんかあるよね、白製の把握。なんかみんなダジャレマジでうまいね、うまいですね、上手です、とっても。こんばんは、
こんばんはです。ねえ、なんかね、世の中って面白いですね。なんかいろいろあるね、いろいろ。くせえ、困らせちゃうよ、困らせちゃうよ。こんばんは、こんばんは。ねえ、なんかいろいろだね。燻製に、白製に、白菜みたいだね。配信何時まで？え、9時かな。うん、困らせちゃうね。ね、白菜とさ、白菜って似てない？クマポーズとドスコイポーズ、あー確かに。え、似てるか。え、クマってこう、あ違うか。こんばんは。あと4分ですね。4分。似てません。似てません。また似てるよ。似てるよ。でそこさ、何の話したかすぐ分かんなくなっちゃうんだよね。自分で言っといて。去年子連れのクマが目の前にいて驚いた。え、怖っ。めっちゃ怖い。超怖くない？え、こうさ、クマと会った再現します。で、あの目を合わせながら後ろに下がるっていうね、そういう目標です。会ってしまったら。こっちゃんは自分を動物に例えると、怠け者です。死んだふりは効果ない。え、そうなの？じゃあどうする？どうしますか？皆さんどうしますか？もし会っちゃったら。そう、参考にして、なんか目合わせながら後ろに下がるといいらしいです。ライオンに会ったらもう走るしかないです。走ってください。走るんだ。あと熊よけの鈴ちゃんと持って山に行った方がいいですよ。長野に来るときはあのしっかり、あれね、中に来るときはしっかりあの熊よけの鈴が必須です。ドスコイボンジュール。熊と相撲を取るんだ、やばいね。熊崎春子さんと相撲を取りましたよ。足めっちゃ遅いです。え、じゃあ隠れるとかは、あの動物がいたとして、そうしたら動物の後ろに隠れれば、あ、どっか行ったって言ってどっか行っちゃうんじゃない？10年住んでる感動で、つい先日タヌキの夫婦屋敷を2匹。タヌキいいね。タヌキ。え、タヌキ、サツキチってさ、タヌキだよね。ここよけの鈴もいらないから。ここよけの鈴とかないから。クマもライオンもヘッドロックすると大丈夫ですよ。ヘッドロックって何？こっちゃんの後ろに、いやこっちゃんがその後ろに隠れますので。ありがとうございます。女の子、こっちゃんが寄ってくる鈴はありますか？こっちゃんが寄ってくる鈴あります、あります。ここよけはしない。いや、寄ってきますよ。こっちゃんの話に届いた。どうでしたか、オカミとプライド？どうでしたか？制服の目のあれにもあるよね。ね、オカミとプライド、クマちゃん、皆さんフォローしてください。絶対フォローしてください。え、見たの顔どうでした？追いかけられましたか？フォローしてください。フォローしてください。してください。してください。フォローしてくださいって書いとこう。ちょっともうちょっとやりますね。しなさい。いや、してくださいにしよう。おし。おし。おす。
多分してるかと、してなかったら今すぐしてください。うん、フォローありがとうございます。フォローしなさい。なかなかフォローしなさいっていう。さっき朝ご飯食べたんだけどお腹空いちゃったね。外さないでください。外したら市内でつつきますね。ツンツン攻撃しないで。フォローしろしろしろってやばいね。検討します。いやいや、ありがとうございます。ハート、お、直してくれたのでありがとうございます。きっとしてるって、絶対してるって、絶対絶対してる。いや、痩せます。ダイエットします。ダイエットします。ハートありがとう。去年、去年、え、7月20、え、それってオーディションの時ぐらい。ありがとうございます。あと、え、7月じゃないよねオーディション。え、分かんなくなってきた。オーディション7月だっけ。フォローしたらどんないいことがありますか。え、市内でつつかれずに済むかもしれないっていういいこと。7月22から7月、あ、そうなのね。1週間だけだったってことでしょ。うん、ドスコイボンジュール、おやすみボンジュールもいいね。市内どこに続くの。喉、喉にね、月っていうのがねあるんですよ。そう、浴衣、浴衣着たね。そういえば、じゃあ終わるときはおやすみボンジュールでバイバイしよう。喉につつく。フォローしないと喉にね、つつかれてね、痛い目に遭うからね、フォローした方がいいと思いますよ。ドスコイボンジュール、ボンジュール。喉ね、喉、え、本当にね、つきって喉にグッてやられるんだよ本当に。いただきボンジュール、ごちそうボンジュール、こんにちはボンジュール、おはようボンジュール、おやすみボンジュール、こんばんは。いいね。皆さん、皆さんちゃんとドスクイボンジュールって挨拶してますか。ありがとうございます。あと、ボンソワール、ボンソワール、それはどこのですか。さよならボンジュール、ツインテボンジュール、何でもできるよ。なんでお腹すくんだろうね、お腹すいちゃうね。やばいやばい。どう、さっき奥のルームでしたら無視されました。ドスコイボンジュールってショートカットいけるかも。ここ、いや、やめといた方がいいですよ。ここだってなんかボブやばかったもん。山飲んでごまかすんだ。山、山、そうだよ、ツインテールだよ。なかなかツインテールとかしませんからね。学校にこの高さでツインテールしてこっかな。どう、そしたら多分お姉ちゃんに止められる。やめてって、やめてって。
キロ。白ですね。髪の毛は伸ばします。伸ばします。ありがとうございます。ピーナッツ、明日節分だからさ、ピーナッツさ投げなきゃね。ねえ、なんかツインテール、ツインテールしてる人いるけど、こんな高さの人いないんですね。スクショタイム。急に始まるスクショタイム。え、ココさ待って、節分といえばさ、あのココさ、節分の豆をお姉ちゃんにさ投げられたことあるんだけど、鬼のお面かぶってお姉ちゃんにさめっちゃ豆さ投げられてさ、足も顔もめっちゃ痛かったもん。痛かった。口開けて待ってるね。ひみこ埋めた。え、待って、ここひみこかけるんだよ。すごくない？かけたことある、小学校、小学校の時かな。恵方巻き食べる。え、なんか恵方巻きは、そうそう、恵方巻きはね、毎年食べてるけど、食べてるけど今年も食べると思いますよ。クリームボンジュール。え、待って、ここさ、森本くるみさんのさお話めっちゃしたかったんだけどさ、森本くるみさんのさ、あのさ、すっぴんマジで可愛い。でもね、やばい、可愛すぎてやばい、もう可愛すぎてやばいです。とにかくやばいです、可愛すぎて。可愛かった、可愛かったです、とても。ありがとうございます。あと可愛かったの、本当に。クリと同い年です。え、もうなんかすっぴんなのにすっぴんじゃないみたい、かわいい、なんかかわいかった、もうかわいかったの、とにかくかわいかった、かわいかった。え、なんか見てたんですけど、まあ、こんな悲しい話になるんだけど、見てたんですよ、こう見学してたので、可愛かったの、可愛かったの、可愛かったの。こっちはもいつも好きなんだけどさ、可愛かったの、可愛かったのさ。まあ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 、だからといって行かないでください。はい、しないで続きますので、続きますので、行かない方がいいと思いますよ。森本くるみさん、フルネーム。つつく痛いよ、結構痛いよ絶対。こうつつかえたことないけどね、あの剣道でね、コテあるときにね、コテないところにゴンってやられてね、1ヶ月ぐらいねめっちゃ痛かってね、物持てなかったもん。あ、そうなの。身長は3センチ差ですね、だからほぼ一緒です。こんばんは。スタイルいいからさ余計高く見えるんだよね。ぶったたきもしますね。こっちゃんもビジュアルめめーん、ありがとうございます。めーんいいね、ここさめーんってやったもん、オーディションでこうの方が高いです、3センチ。つついてはたき、はたく、つついてはたく。僕あれやりたいかも、あの数いて叩いてじゃんけんぽいしたい。あ、ツインテールしてるんですか、いいね。叩いて数いてじゃんけんぽい。
やりたい、やろうよ、叩いて かぶってじゃんけんぽん、やりそうやりそうやりそうじゃない、やりたいやりたい、え絶対強いと思う、なんか絶対さ、はたず負けてもはたきそう、負けてもはたきそう、叩いてかぶいてじゃんけんぽい、あ、つつかれに行くんですね、市内でつつかれに行くんですね、覚悟決めて行ってきてください、市内使う、市内、そう市内使ってはたく、痛い、木刀にしよっかな、木刀こうやって面どうこてなんとかなんとかってこういっぱいやったわ、やったなってね、えルールあります、えしっかりしっかりした叩いて壁で、え僕ここさ今度さあのね会った時やってもらおうかな、一緒にやろうって言ってやるかな、うん、ここそういえばあのあれだね、みんな割れるって言っててさ言ってるじゃん今、そうここさ手つなぎ公園の手つな公園の手をつなぎながら公園のあの1分半2分半映像だっけなやつで壊したボール、ツーショット会にピコピコハンマー置いとく、あやろっかな、ありがとうございます、ハートありがとう、そう映像のやつでぶっ壊した、ぶっ壊して、そうこっちゃんはなんかこっちゃん壊すの得意なんで、あのぜひ何か壊したい時は呼んでください、ありがとうハート、スカイバンジュール、黒いのずっと見えてるのヒートテックです、いませんね、なんでこんな見えるんだろう、スカイバンジュール、あっち見てほいやりますか、最初はグーじゃんけんぽい、あっち見てほいあっち見てほい、イエーイ、絶対勝つ子からここ、空き家壊してくれます、壊しますので呼んでください、全部全部ね、あの市内と木刀持っていくので呼んでください、全然待ってますね、呼ばれるの待ってます、こんばんは、こんばんは、あフォローしてください、絶対絶対フォローしてください、絶対に絶対にフォローしまくってください、よろしくお願いします、こっちゃんとの絆はじゃ壊されたく、こっちゃんとの絆壊せません、怖すぎ、怖い怖いですか、もうしないと僕とね、あとハンマー、ハンマーハンマーハンマーは使わないな、ボンジュール急にピコピコハンマー、ピコピコハンマーってさなんかピッピャンピャンみたいな音鳴るよね、なんかパッパッみたいな、パッパッみたいな鳴るよね、なんかピコみたいなね、何これ、釘バット、釘バットとチェーンも用意して、釘バットとチェーンレッスン上、さすがにね、こっちゃんどんな愛は壊せます、壊せません、壊せません、あ15分になっちゃった、バイバーイ、またね、急に終わっちゃう、おやすみなさい、まあ、こんな怖くないから、バイバーイ、
また見に来てね。明日はココア、あの鬼になる、本当の鬼に、本当の